福岡市警察局の警備演習福岡市警察は、かつて存在した福岡県福岡市の自治体警察である。なお、福岡市警察に編入された国家地方警察である博多港警察と福岡市公安委員会についても述べる。1948年3月7日の警察法施行に伴い、従来の福岡県警察部が解体され、3月10日に、 福岡市警察部が国家地方警察福岡県本部福岡地区警察署内に設置された。3月8日、東公園に署員500名と福岡市長、福岡市公安委員が集合し、検閲、分裂式の後に市内を更新。10時に福岡警察署で会長式が行われ、3月10日に福岡市警察部設置条例が制定された。 同年7月1日に国家地方警察だった博多港警察署を編入し、同月4日には条例が改正され、警察部は警察局に、警察庁は警察局長に改正された。1949年9月2日には福岡市警察局設置等に関する条例が制定され、実績をもとに組織を捜査部、公安部、刑務部に改めたほか、 タンクを東西南北と水上に新編し、警察署を解消して南北警察署を新設した。その後も、婦人警察理員を含む警察理員の増員やパトカーの配備などで年々体制も強化された。しかし、地方自治体の予算不足や制度の不合理から1954年第19回通常国会に自治体警察の廃止を 含む新警察法の改正案が提出された。福岡市では福岡市議会治安委員会が中心となり反対運動が起き、広報誌でも警察法案の反対運動を展開した。しかし、新警察法は成立したため国家地方警察と自治体警察の廃止が決まり、6月29日に約1000人の関係者による解散式が電気ホールで開催された。 7月1日、新たな都道府県警察として、福岡県警察が発足したため、福岡市警察も福岡県警察に統合され、姿を消した。初代本部長、成田文雄1949年時点、福岡県の自治体警察、国家地方警察に割り当てられた、無線着付けパトカー。21両のうち、福岡市警察には2両、あとに3両が割り当てられた。 拳銃は967人の定員に対し130丁が対応された。なお、博多港警察には20丁が対応された。創設時点で博多港警察を含む福岡市警察に割り当てられた車両、船舶は以下の通りだった。福岡県警察学校を警察学校とした。1952年には拝命して2年以上の警部補、巡査部長、 巡査で35歳未満の警察官から選抜して一般大学に派遣する制度が行われた。九州大学と西南学院大学に各2名を派遣する予定だったが、九州大学は大学の反対で実現せず、西南短期大学や幹部に合わせて4名が選果生として入学し、講義を受講した。福岡県警察部が発行していた機関紙番章に代わり、 福岡市警察では1950年春から月刊誌、ボール位を刊行し、1954年6月号まで刊行された。1948年から平和大ボクシング場で開催された喧嘩大所柔道大会では、第1回大会から第6回大会までのすべてで、福岡市警察が団体優勝したほか、第1.4回大会では、 個人の部でも福岡市警察の書員が優勝した。1949年2月7日に西日本新聞社3回行動で開催された警察職員素人演芸大会では伊藤久夫の高原の領収を歌った西福岡警察署書員が優勝した。終戦直後の混乱もあって発足した1948年だけで館内の 犯罪発生件数は22,845件、交通違反は1,652件に及び、下記の件数が検挙、総長されていた。福岡市公安委員会は、行政管理と運営管理の権限を持ち、福岡市警察を管轄する委員会として、福岡市議会の承認の上で、福岡市長が任命した。任期は3年で、 1948年3月10日時点で、下記の3名が選任された。ABC 福岡県警察市編纂委員会編、編福岡県警察市、昭和前編福岡県警察本部1978年、P743、ABCDEFGHI、自治体警察と、消防福岡市総務局編、編 福岡の歴史姿勢90周年福岡市1979年 P244-245 ハット ABC 福岡県警察市昭和全編 P745 福岡県警察市昭和全編 P744 警察法改正案反対運動を全市に展開福岡市総務課広報係福岡市政だよりナンバー41昭和29年2月5日 福岡県警察市、昭和前編 p 7 0 8 a b c 福岡県警察市、昭和前編百7 4 2 a b c 福岡県警察市、昭和前編百7 4 6福岡県警察市、昭和前編 p 7 0 8福岡県警察南警察署の紹介。2020年12月27日閲覧。福岡県警察市、 昭和前編 P709 福岡県警察市昭和前編 P725 福岡県警察市昭和前編 P724 福岡県警察市昭和前編 P720 福岡県警察市昭和前編 P767 福岡県警察市昭和前編 p 7 9百7 9 1福岡県警察市 昭和前編 P799800 福岡県警察市昭和前編 P793794 福岡県警察市昭和前編 P798 福岡県警察市昭和前編 P749 福岡県警察市昭和前編 P751 ありがとうございます。